ちは、岡部です。僕は普段アクリル絵の具や油絵の具で作品を描いていて、絵の描き方とか、あと絵を仕事にする方法などを発信しています。今回はフリューゲルとはどんな画家なのか、代表作品や有名なバベルの塔を簡単に解説します。こういうテーマでお話をしていこうと思います。僕はブリューゲルとかヒエロニムス・ボスなどの作品が見れる展示に行きました。ポールネッサンスの一種のこう狂気じみたこう集中力とか、あと描写力にはいつも驚かされたりします。ブリューゲルのバベルの塔などは結構小さくこう人物が描かれてたりするんですけど、一人一人がこう絵の中のストーリーでこう役割を果たしていて、結構見ていて楽しいんですね。僕も見てくれる人がこう飽きずに楽しんでくれるような絵を描けたらいいなっていうふうに、気持ちを引き締めて制作に挑んでいきたいなと思います。で、今回はそんな北方ルネッサンスの代表的な、ブリューゲルについて、どんな画家だったのか、あとどんな作品を制作していたのかなどについて解説をしていこうと思います。ブリューゲルにこう興味があるっていう人、あと北方ルネッサンスにこう興味のある人はぜひ聞いてみてください。で、こちらが簡単なブリューゲルのプロフィールになってます。出身地はネーデルランドっていう場所ですね。作風は北方ルネサンスっていう結構緻密な部分が特徴の、作風です。で、作風に相まってこう趣味は人間観察だったと言われています。で、ブリューゲルっていうのは非常にこう謎に包まれた画家として知られています。彼の人生の前半は特に分かっていないことが多いらしくて、生まれた場所とか年すら正確には分かっていないらしいです。ただこう画家としての活動を本格的に開始したのはアントウェルペンっていう場所だと言われています。そこで結婚してから次にブリュッセルに移ったと言われているんですね。ブリューゲルはアントウェルペンっていう場所で高い評価を受けていたにもかかわらず、どうしてその地から離れていったのかっていう部分はちょっと詳しく分かってないんですね。でも歴史的にはこう女性問題がこう原因じゃないかっていうことは言われているらしいです。もともとブリューゲルは結構嘘つきで、こう周りから信用のない女性と付き合っていたみたいで、その恋人と別れた後にこう師匠の娘と結婚したっていうふうに記録には残っています。その際にこう親戚から、過去を捨てて新しい生活を始めるようにっていうふうにこうアドバイスを受けたらしくて、それに従ったためだっていうのが、一説としてこう語られています。またブリュッセルにこう住居を移してからも彼の人気っていうのはとても強くて、多くの人々から支持を受けていました。彼の人生自体はこう40年少しみたいな感じで、短いものだったんですけど、生涯にわたって人気は高かったとされています。しかしながらこう彼の死後長い間、20世紀に入るぐらいまでですね、彼の評価は結構低く扱われていました。当時の人気画家だったこのボスっていう画家がいるんですけど、彼の作風を模倣した版画作品を多く作っていたために、オリジナリティのない画家として扱われてしまったと言われています。もちろん油彩画などの作品も残ってはいるんですけど、ほとんどがやっぱりコレクターたちによって所有されていたために、こう人目に触れる機会がなくなってしまったんですね。人気画家ならではの不遇だと言えるかもしれません。あとブリューゲルは画家としてのキャリアをアントウェルペンでスタートさせています。当時アントウェルペンは非常にこう活気あふれる、商業都市みたいな感じで有名で、美術の市場としても賑わっていました。多くの若い芸術家がこう集うなどして、芸術の都としても結構機能してたんですね。またブリューゲルが晩年を過ごしたブリュッセルは政治の中心的な場所でした。多くの上流階級の人物たちがいたので、画家としてパトロンを見つけるには結構最適な場所だったんだろうって言われています。しかしながら当時のこうネーデルランドは政治的に不安定だったことでも知られています。スペインに支配されていた時期は民衆は常にこう不満を抱えていて、こう宗教革命なども同時に起こっていました。宗教的にもこう政治的にも亀裂が大きくなると、やがてネーデルランド各地で反乱が起きるようになります。スペインのフェリペ2世はこうした反乱者を容赦なく処刑していきました。こうした政治的背景の中で、ブリューゲルは自分を支えていたパトロンを何人か失うことになります。こうしたことがあったこともやっぱり関係して、晩年の作品にはこう社会への不安感とかそういうものも感じられるようになりました。
で、ブリューゲルのこう代表作品として一番知られているのがバベルの塔だと思います。バベルの塔は旧約聖書の第11章ですね、そこに出てくる架空の建築物です。人間たちがこう天界にも達するほどの高い塔を建てようとしたんですけど、それを人間の誇りとして罰するために、人々の言葉を乱したっていうお話ですね。ブリューゲルはこの架空の建築が建てられていく様子を非常に緻密に、そしてユーモアあふれるイメージで描き上げています。よく見ると建築に携わっている人々の様子っていうのが生き生きと描かれていて、とても面白い作品だと思います。また彼の代表作としてネーデルランドのことわざっていう作品もあります。たくさんの農民たちがそれぞれおしゃべりしていたりとか、あと休んでたりとかして、結構明るく楽しげな風景が描かれています。こうして見ると日常生活を描いている絵に見えるんですけど、実は彼らの行動には一つ一つ意味が隠されているんですね。ネーデルランドのことわざを表しているんです。この絵の中だけで100個以上のことわざが隠されているらしいです。非常にこう計画的に構成したであろうことが、よくわかります。当時のネーデルランドでは、格言とか風刺が効いたことわざなどをはじめとする書籍が多く出版されていたので、ブリューゲルもそうした部分に影響を受けたのだと思われています。愚かな人間がこう無秩序でこう不気味な世界を作っているというのは、この風刺が絵にも込められているっていう感じですね。はい、で今回の動画ではブリューゲルがどんな画家だったのか、バベルの塔をはじめとする代表作品などとともにこう解説をしてきました。彼の絵はいろいろなこう隠し要素が多く含まれていて、見るたびにこう新しい発見があったりするのがとても楽しい部分だと思います。はい、というわけで今回は以上になります。僕は普段アクリル絵の具や油絵の具などでこう絵を描いていて作品を作っています。高校生の頃からずっと10年以上絵を描いているような感じです。最近はほとんど毎日メルマガで講座なども配信していて、質問なども受け付けています。 YouTube の方ではお話していない内容や公開してない動画もメルマガで配信しているので、概要欄の方から、ぜひご登録していただけると嬉しいです。あとこの YouTube のチャンネルでは基本的に絵を上達させるための知識や情報、あと絵を仕事にしていきたい人のための情報なんかも発信しています。もし動画が役に立ったっていう方はぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。あとブログや SNS の方でも作品や情報を発信しているので、気になる方は概要欄からアクセスしてみてください。というわけで今回は以上になります。さよなら。